あれ楽しかったなっていうのはめちゃくちゃあります。そう、近しいカラーリングで、いやでもなんかね、イメージカラーがね、タイと同じ紫なのかな、多分モチさんも多分紫だと思うんですけど、本番始まる直前ぐらいね、コメント、みんな流れるコメント見てて、モチさんのね、視聴者さんたちがね、俺たちは今回青で行こうみたいな話をしてて、なんて譲っていただけるんですかと、そんな、いやいいですよと、なんかもうなんていい視聴者の皆様なんだって思いましたね。コメント見てて、裏で見てました僕、あれ、あれ裏で見てました。うちさんリスナーなんていい人たちなんだって、今日は青で行こうって言ってカラーをね、わざわざ変えていただいて、全然もう紫のままでも、俺たちのもう二人の紫で埋め尽くしちゃってもいいですよぐらいの、あれなんですよ。僕、しっかりされた、いい視聴者さんたちが多いなって、思ってた中、裏でね、もちさんと見てたんですけどね。もちさんはでも、おい、折れるなって言ってましたね。その時は。だからまたちょっとやっぱ、戦ってるんだなって思いましたね、視聴者さんと。もちさんは、俺の方が先輩だぞと。そこもやっぱ威厳があって、お強い方なんだなって僕は思いましたね。俺もおもろかった、またちょっと。常に戦ってる。視聴者さんと常に戦ってる。まあそういった部分でもちょっと近しい部分があるな。気持ちわかるよ。そういった分。視聴者と殴り合うよな。やっぱ。いや、俺はでも、あれか。優しくしてるつもりではあるんですけど、僕も。もう優しくしてるつもりではあるんですけど。結構、反発。コメントに反発してしまう時があるから。この気持ち、すごく、わかりますね。僕的には。まあ、そんな感じでしたね。思ったの。